駄菓子爆買いしていきます。うちはなんですけど、ママが例えば100円で買ったものを30円とかで売って買うみたいな、自分のお小遣いで買うみたいなやつでやってるので、ママが売るために食べるものを買ってねということで。駄菓子屋さんなんだよね、家がね。そう、家が駄菓子屋さんなの、はい、違う、そういう意味じゃないよ、家の中でのね。ではやっていきます。この辺が欲しいところだ。この辺は欲しいな。そうだよ、皆さんお小遣いで買ってくださいね。パパのビールのおつまみ。いいよ、みんな大丈夫、お小遣いから。これあくまで買い物というか仕入れだからね。これは仕入れです。私のお菓子コーナーに。お、来たね。あね、これ美味しそう。見て、健康か。健康。好きだよね、ひまちゃん。昔から健康。いい硬さっぽい。いやね、私もなんかちょっと買いたい。なんだっけ、この間なんか10円ですげえ美味しかったのがあったんだけど。何これ。どれ？ああ、それね、いや、それ、パパ好きだよ、パパ。なんかちょっと待って、私もさ、欲しいの。早い。ペース早い。ペース早い。何これ、かき氷ガムだって。いや、いいじゃん。スモンジャせんべい。スモンジャせんべい。パパしか食べないよ、感じだね。でもいいよ、みんな買ってくれるから。サワーペーパーね。あ、サワーペーパーはね、今日はね、いいんだって。みなちゃん、これはロングガム。持ってる。あ、今度その指でやるからか。はい。すごいご自分で持ってて。はい。パパ。ガムとかは？え？あ、カプリコ。こんな買ってないんだけどまだ。どうしよう。買ってみるっていうか、それ自分で買うことになるんだけど。そうね、あのお小遣いでね。そう、買ってくださいね。すごいよ、スケルトン。あ、これ美味しそうだけど、ね、あとさ、こうあれも買おうかな、長いゴミ。あ、これちょっとお得だね。これにしよう。どっちもいい。はい、パパこれお願いします、はい、これと、どうした、2個ずつの方がいいよね、お兄ちゃんとみんな買って。いい感じ。この辺も気になる。なんかチョコチョコこんなだよ。まあ一家でもね。あ、ちょっとこういうの好きなんだよね。でもガリボリ買ったけど、まあそうだよ。え、でもいい。いいんです。これ系のなんかお得なやつなんだ。え、あ、それ今ちょうどいいじゃん。これさ、美味しいよね。そう、私もこれ2個ぐらいと思うよ。お願いします。ソースつけて。あ、見て、パパ満タンになっちゃった。じゃあちょっと、あ、ちょっと待って、それを買ったらこの梅ジャムソースがいい。ねえねえねえ、2個カゴ見て、パパ。え、もう満タン。満タン、うまい棒に好きな味がある。じゃあ好きな味でお願いします。絶対食べる味がある。あ、待って、ブドウにしよう。またその味でいいの？違うよ、前レモンだったもん。それでいいの？ちょっと待って、これ見て、パパ。え？いろんな味の方がいいんじゃない？みんな買うもんね、それね。はい、パパこれ。これはね、もうなんか編集中に眠くなった時に食べるんですよ。はい、よかった。はい、あと焼きそば。うまい棒。で、そしたらパパが絶対食べるのはまずサラに牛タン。なんか一人でカウンターのところで食べてるな。はい、いいよ。はい、これ買います。はい、それ買います。サラに、あとね、おいしいよね、カレーととんかつ。はい、おいしい。明太子。あ、それ。待って、また、はい、買います。はい、取ってください、ひまちゃん。取ったよ。はい、ありがとう。え、野菜サラダもう一本。
はい、はい、うん、すごいことになってたね。でもすごいお菓子コーナーがもうね少なかったから駄菓子屋さんが2個。何これ？小石のチョコ。あ、いいな、私も欲しい小石。じゃあ4つね。はい、ありがとう。こんな感じかな。チョコバットとかも食べたいけど。いいよ、みんな遊んでね。いい。はい、以上で、はい、大丈夫です。あ、これ1個、はい、ねー、これ好きでーベロが。あ、これこんな忘れた。めっちゃ好きだ。めっちゃ好きだよね。これで当分、これでいける。すごいことになってます。爆買いだね、ほんとに。爆買いです。ゴールデンウィークキャンプで持っていくの。そうだね。バイバイ、また見てね。腹筋だよ。1キロはあるかも。